俺の名前はラリオレ良健。これから10年ぶりに実家から2時間弱ぐらいのところにあるじいちゃんの家に帰るところだ。あー久しぶりだな。やっぱ田舎って何にも変わってねえな。あ、なんだこの音は。機械的な音？いや、人の声。なんだ。人？大丈夫ですか？調子悪そうですけど。俺はあまりの恐怖心からその場から走り去った。その日の夜。おー、良健、よく帰ってきたな。お前もうまたでかくなったね。あのね、あら、何年ぶりかしらね、うち来たのはね。俺も帰ってきたかったけどさ、じいちゃんが来るなって言うから。そやな。あ、そういえば今日変な人見かけたんだよ。変な人？どんな人やった？なんかさ、白い服着てて最初はかがみ込んでたんだよね。あら、大丈夫かしらね。で、声かけたんだけど、その人めちゃめちゃ背高くて2メートルぐらいだったかな。で、白い服着てたんだけど、ボボボーとか変な声出して。お前も、どうなってった？どうしたんだ急に。どこで見た？いつ見たんだ？本当に2メートルあったんか？俺はじいちゃんの気迫に押されながらも質問に答えていった。なんてこった。なんなんだよ一体。ちょっと電話してくれ。電話します。大丈夫、大丈夫だから。よげん、今日は家から出るな。え？今から身内の者集めるから、お前は黙って指示に従ってくれ。何なんだよ急に。もう怖いよ。良健、実はね。それから身内が集まるまでばあちゃんはいろいろ話してくれた。この村には八尺様と呼ばれる厄介なものがいる。大きな女の姿をしていて、ボボボボッと男のような変な笑い方をするようだ。八尺様に見入られると数日のうちに取り殺されてしまう。今は村を囲うように置かれた4つの地蔵によって封印されていて、その一つはうちの近くにある。とにかく八尺様を見たら無事に村から出なければいけないことが分かった。すまねえな、急に。良健君、これを肌身離さず持ってなさい。はい、ありがとうございます。いいか良健、明日の朝までこの扉は絶対に開くんじゃない。わしもばあさんもお前を呼ぶこともなければ話しかけることもない。朝になったらお前から出てくるんだ。うん。それまで絶対にこの扉を開けるんじゃないぞ。わかった。それから俺は言われるがままに部屋に閉じこもり夜を過ごすことになった。おばあちゃんがくれたお菓子やご飯は全く食べる気になれず、ずっと震えていた。
いつの間にか寝てしまったな。3時か。ああ、変な時間に起きてしまったな。りょうけん、りょうけん、大丈夫か？じいちゃん、分かったら無理せんでいいぞ。こっちへ行きなさい。じいちゃんの声だよな。お前を呼ぶこともなければ話しかけることもない。お願いします、助けてください。俺は必死に祈り続け、気づけば寝ていたのか気絶していたのか、朝に目が覚めた。ああ、もう7時か。そろそろ出てもいいよな。おう、りょうけん、無事か。ああ、よかった。今からみんなで村の外出るぞ。あ、いいか、絶対下を向きながら歩くんだぞ。絶対周りを見るんじゃないぞ。よし、行くぞ。うん、わかった。周りを見るな。俺は神に祈る気持ちで歩き続けた。よし、この辺でやろう。うん、うまく抜けれたみたいやな。ほんまによかった。良賢君、お札を見せてみなさい。なんだこれ、お札が真っ黒に変色している。じゃあ念のため新しいお札を渡しておくから、肌身離さず持っておきなさい。はい、わかりました。じゃあ回収しておこう。スーパーおじいちゃん。なんだよ、ゆうけん、夜俺の部屋来て名前呼んだ？いや、夜は一歩もお前がいた部屋には近づいておらん。わかった、ありがとう。それから10年の時が経った頃、ばあちゃんから一本電話が来た。もしもし、ばあちゃん。両家、実はね、八尺様を封じている地蔵様が誰かに壊されてしまったの。それも家の近くの地蔵様が。もう10年前のことだから、あのことはもう忘れていたが、またボボボッという声が聞こえてきたらと思うと。俺の名前はラリオレ良賢。これから10年ぶりに実家から2時間弱ぐらいのところにあるじいちゃんの家に帰るところだ。あー、久しぶりだな。やっぱ田舎って何にも変わってねえな。あ、なんだこの音は。機械的な音？いや、人の声。なんだ？人？大丈夫ですか？調子悪そうですけど。俺はあまりの恐怖心からその場から走り去った。その日の夜。両家、よう帰ってきたな。
お前もうまたでかくなったね。はい、そうね。あら、何年ぶりかしらね、うち来たのはね。ああ、俺も帰ってきたかったけどさ、じいちゃんが来るなって言うから。そうやな。あ、そういえば今日変な人見かけたんだよ。変な人？どんな人やった？あー、なんかさ、白い服着てて最初はかがみ込んでたんだよね。あら、大丈夫かしらね。で、声かけたんだけど、その人めちゃめちゃ背高くて2メートルぐらいだったかな。で、白い服着てたんだけど、ボボボーとか変な声出して、お前も、なんて言った？どうしたんだ急に。どこで見た？いつ見たんだ？本当に2メートルあったんか？俺はじいちゃんの気迫に押されながらも質問に答えていった。なんてこった？なんなんだよ一体。ちょっと電話してくれ。大丈夫、大丈夫だから。おい、よげん、今日は家から出るな。え、今から身内のもん集めるから、お前は黙って指示に従ってくれ。何なんだよ急に。もう怖いよ。実はね、それから身内が集まるまでばあちゃんはいろいろ話してくれた。この村には八尺様と呼ばれる厄介なものがいる。大きな女の姿をしていて、ボボボボッと男のような変な笑い方をするようだ。八尺様に見入られると数日のうちに取り殺されてしまう。今は村を囲うように置かれた4つの地蔵によって封印されていて、その一つはうちの近くにある。とにかく八尺様を見たら無事に村から出なければいけないことが分かった。大変なことになったな。すまねえな、急に。ヨゲン君、これを肌目離さず持ってなさい。はい、ありがとうございます。いいか、ヨゲン、明日の朝までこの扉は絶対に開くんじゃない。わしもばあさんもお前を呼ぶこともなければ話しかけることもない。朝になったらお前から出てくるんだ。うん、それまで絶対にこの扉を開けるんじゃないぞ。分かった。それから俺は言われるがままに部屋に閉じこもり夜を過ごすことになった。おばあちゃんがくれたお菓子やご飯は全く食べる気になれず、ずっと震えていた。いつの間にか寝てしまったな。3時か。ああ、変な時間に起きてしまったな。りょうけん、りょうけん、大丈夫か？じいちゃん？分かったら無理せんでいいぞ。こっちへ行きなさい。じいちゃんの声だよな。お前を呼ぶこともなければ話しかけることもない。お願いします、助けてください。俺は必死に祈り続け、気づけば寝ていたのか気絶していたのか、朝に目が覚めた。もう7時か。そろそろ出てもいいよな。
そう、良玄、無事か。ああ、よかった。よし、今からみんなで村の外出るぞ。あ、いいか、絶対下を向きながら歩くんだぞ。絶対周りを見るんじゃないぞ。よし、行くぞ。うん、分かった。俺は見るな。俺は神に祈る気持ちで歩き続けた。よし、この辺でやろう。うん、うまく抜けれたみたいやな。ほんまに良かった。良玄君、お札を見せてみなさい。なんだこれ、お札が真っ黒で変色している。じゃあ念のため新しいお札を渡しておくから、肌身離さず持っておきなさい。はい、わかりました。回収一応こう。スーパーおじいちゃん。なんだよ、ゆけ。夜、俺の部屋来て名前呼んだ。いや、夜は一歩もお前がいた部屋には近づいておらん。わかった、ありがとう。それから10年の時が経った頃、ばあちゃんから一本電話が来た。もしもし、ばあちゃん。良玄、実はね、八尺様を封じている地蔵様が誰かに壊されてしまったの。それも家の近くの地蔵様が。え？もう10年前のことだから、あのことはもう忘れていたが、またボーッという声が聞こえてきたらと思うと。僕たちと一緒に働いてくれる動画のメイン MC を募集します。 YouTube で活躍したい人、人気者になりたい人など、そんな夢を追いかける人を募集します。詳細は概要欄の方に記載してありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではたくさんの応募待ってます。